世界で一番面白い人生ガイド元井武雄の YouTube 動画でございます。今日はですね、本題に入ります前に、中国でご存知のように、ずっと干ばつが続いていたわけなんですが、その後、特にネットで、ご覧の皆さんはお分かりのように、極端な豪雨が中国全土で、降ったがために、その町中がですね、水浸し、そしてもう泥だけが残ってしまうという、現状でございます。それで終わればいいんですけれども、台風3号、そして4号が上陸してですね、もう泣き面に鉢どころの騒ぎではなく、やっと終わったかなと思う間もなく、また、台風特に3号が、台湾の方から上陸しまして、今どうなってるか分かりませんけれども、台風の被害が追い打ちをかけているところでございますが、昨日2024年7月27日土曜日なんですけれども、中国に連続して、当然中国大陸なんですけれども、3回から5回極端に大きな地震が起きるというお告げがありました。もう一度申し上げます。中国本土で近いうちに、この近いうちにというのは非常に微妙でございますが、3回から5回連続して、極端な、地震ですから、多分震度6から7に匹敵するような地震が、各地で、起きるというふうに、昨日お告げがありました。当然中国にも日本人が駐在したり、日本人学校に日本の子どもたちが学んでいるわけなんですけれども、被害に遭わなければ幸いだというふうに思っています。ということで、ここからは本題に入りたいと思います。2024年令和6年7月27日土曜日に、朝なんですけれども、まあ、午前中といいますか、10時から10時20分に、天の男性の神様が降臨されましたので、皆さんにお話をしたいと思います。神は偉大であり、世界中はもちろん宇宙の隅々を飛んでいる。多くの民の者々に多くの幸福を、雨のように、時には太陽の光を栄養という形で降らしている。また月の光は愛を語るための光である。さて神の子よ、またこの YouTube をご覧の皆様、神がいる、神の存在を信じるなら、まず先に自分自身を信じることである。たとえどのような境地に置かれても諦めず、死を考えることなく、助けを求め、できる限りのことを考え、行動することに人生がある。神といえども簡単に幸福の国へ連れて行くと思うな。成功者を羨むこともない。生きているだけで立派な成功者なのじゃ。神に感謝する前に自分自身に感謝しろ。神は平等に子供たちをこの世に作り、多くの希望と夢を持たせた。しかし人によっては、死産、帝王切開、あるいは不幸にして母体がいきなり天国に召され、
忍び子は路頭に迷う。それも人生であると割り切ることじゃ。多分神を恨み、自分を恨み、誰にこの怒りという悲しみをぶつけたらよいのかがわからなくなる。時には子供を道連れに死に急ぐ親がいる。家族もいる。しかし考えよ。必ず神が存在していることを。諦めるな。成功を焦るな。その前に生きていることを喜べ。生きているということは無意識に呼吸をしていることじゃ。この無意識こそが体中に体の力を入れ、そして無意識に吐き出すことによって神力の源になっている。考えてみよう。宇宙には空気がない、これからもない、絶対にない。神々は神王様の召集を受けて空気を作ることを考えた。この宇宙世界に空気を作ることを考えた。そのためには邪悪な輩たちを殲滅し、楽園を作るには空気の重要性を説いた。しかし悪分強く、悪も悟り、地球に住み着くことになった。さて、宇宙の成り立ちであったり、善と悪の戦い、あるいは月の裏と表が違うなど、人間として民の者々としてどのように思っているのか、神がこの世を作り、多くの民の者々の幸福というものを作り上げるためには、神を信じ多くの神事を行う民の者々だけを幸福の国へ連れて行くことにしている。同時に悪の殲滅もしているが、ずる賢いから用心しろ。悪が栄える世の中であってはならないが、地球の人間を作ってから同時に悪も栄えるようになった。雑草よりも悪い輩には呆れる。神の子よ、我は天の男の神じゃ。女神は毎日のように神さんと話をしては帰宅している。いつもいつの時でもイライラせずに、おおらかで多くの民の者々を救いたまえ。また一つ神さんの知らない、気がつかない神のパワーを授けた。そのうちに気がつくことじゃろう。多くの民の者々の先導に立ってほしい。神さんへ、天の神よりまた降りてくる。ということで、ございます。今回また初めて、いわゆるこの地球にある空気というものは、神様が作ったということでございます。私に降りてくる神々様が、その宇宙空間であったり、そしてこの地球のことであったり、一挙に全部話をするということは多分これからもないと思いますし、あるいはそのどなたかがまとめて、一つの一冊の本になるぐらいベラベラベラっと喋る日が来るかもしれませんけれども、一つ一つ、一日一日が終わっていくようにですね、朝起きて寝るまでの時間を大切にし生きながらですね、明日に向かって、また明日に向かってということで、生きていると毎日明日が来ますので、夢と希望を捨てずにですね、お互いが生きていきながらですね、よく私に降りてくる神様がおっしゃるように、簡単に幸せの国へ連れていくことはできないと言い切って、いらっしゃいますので、当然私
は直接聞こえますので当たり前ですけれども、皆さんもぜひ、神様を信じるのであればですね、この内容にもありましたように先に自分自身に感謝をしろということでございますので、神様を信じる信じないということも大事なことだと思いますけれども、まずは自分自身を信じてですね、生きていただければ幸いでございます。ということで、世界で一番面白い人生ガイド元井武雄の YouTube 動画、今回は、天の神様、男性の神様が久しぶりに、降りてこられましたので、皆さんに内容をお伝えいたしました。次回の動画まで世界中の教育の皆さん、ごきげんよう、さようなら、次回の動画までさようなら。